はい、こんにちは、あらちです。今回はこちらバンクシーについてやっていこうかなと思います。バンクシーといえば、いや私アートわからないよという人も、まあレオナルド・ダ・ヴィンチ、ゴッホ、モネはわかります。そういう人もバンクシーの名前は知ってるんじゃないでしょうか。現在活躍している現役のアーティスト、この中で最も世界で名前が知られている人なんじゃないかなと思います。彼の作品はアートと言えるのかちょっと難しいところがあるんですよね。なぜかというと、あれは壁に描いた落書き、ストリートアートが元になって、オークションに出されて、それがオークションで高額落札されているという流れがありますので、じゃあアートなのかどうなのかという波乱も含めながら、多くの人に認知されたアーティストかなと思っています。で、今回私がご紹介したいのがこのバンクシー。もうワコンなんじゃないかなと思ったので、一本撮らせていただこうかと思います。今回のトピックは3つです。1つ目に、今までバンクシーが何をしてきたのか。そして2つ目に、なんで私が、いや、バンクシーもう終わったんじゃないかなと思っている理由をお話ししていきます。そして3つ目に、いや、バンクシーこれからも活躍してくれる、もっと面白いことを見せてくれると思った時に、今後の可能性、もしこういうことをしてくれたらっていう希望も、ある意味含めながらお話ししていこうかと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。この人たちが世界的に注目された一つのきっかけとなったのが、この2018年のある事件だったと思います。それまでも、いろんな活動をしていましたが、これがすごく決定的な、事件だったのではないでしょうか。2018年、風船と少女というこのね、今切り出されている途中のこの作品がオークションに出されました。で、オークションで約1億5000万円で落札された瞬間にシュレッダーにかけられたという事件がありました。これ今は愛はゴミ箱の中にっていうタイトルがついているそうなのですが、で、これがニュースになったわけなんですね。これだけじゃありません。その翌年、2019年、こちらの作品、退化した議会、これもオークションで出されたのですが、1年で落札価格が13億円、約13億円になりました。もともとバンクシーって、これ以前の、活動っていうのは割とバンクシーファンの中でこう騒がれているっていう形だったんですよ。インスタグラムで、こういう落書きしてきたぜ、これをみんなで探してみなって言って、みんなで一斉に街中バンクシーの絵はどこだ、バンクシーの絵はどこだって探して、あ、見つけたと思ったら、その壁の所有者がね、こんなところに落書きしやがってって消すっていう。で、そのファンとその所有者との葛藤があったりとかして、そういうところで一部楽しまれていたものが、世界的なオークションでこれだけの落札価格、そしてこれだけの事件を起こしたということで、一気に認知度が上がったのではないでしょうか。他にも、こういう事件がありました。こちらの作品は2006年に制作されたモロンスという、オークション皮肉ったような作品だったんですけど、これ100枚2006年に制作されたものでした。ですが、これ昨年 NFT アートっていうね、話が結構盛り上がった時に、その所有者がバンクシーでもない、買った人が NFT アート化して、 NFT 化して、じゃあ所有者って誰とか、制作者って誰っていうところの NFT 黎明期だからこそ起こった、ことがあったかなと思います。その渦中にいたのもこのバンクシーの作品でした。彼の活動を総じて芸術テロリストとも一つ言われているそうです。そういった風に奇抜な活動をしてきたのがバンクシーだったかなと思います。今回ご紹介した3つの作品以外にも、例えば美術館に無断で展示したよとか、壁にね、社会風刺的な意味合いを込めた落書きをしてみたりとか、あとこの犯罪行為の
壁に、人んちの壁に絵を描くとか、そういうことが、まあ、転じて高額落札、オークションのアートの、あの、正規のオークションのところで高額落札されたっていうところで、アートって何だろうみたいな堅実性、アートの堅実性、そもそも何だったんだろうっていうのを、いろんな人に知らしめる、ことになりました。彼がやったことっていうのが、もうバンクシーがやったことっていうのが、もういろんなことを考えさせられるきっかけになったかなと思います。そんなバンクシー、じゃあなんで今回私がもう終わりなんじゃないかなって思ったきっかけというのが、バンクシーがどういうところで評価されていたのか。これをもう一回考えたんです。彼が評価されていたのは、この作品。さっきのね、風船と少女という作品単体よりも戦略の人として見られていたからではないでしょうか。現在現代アートと呼ばれて求められている主に3つあると思っています。1つ目に作品性、まあ、作品自体が優れているとか素晴らしいものであるか。これ以上に現代アーティストは発明であること。今まで見たことがない新しいアートを見せてくれ。このインパクトさ。そして、ビジネスセンス、売り方がうまい人。3つを掛け合わせたアーティストが今世界で注目されているのかなと思っていました。今までは作品性だけでよかった。ただ絵を作っているだけでよかった。芸術家というのは、ダ・ヴィンチであろうが、ゴッホであろうが、絵を描いていればよかった。それがだんだん目新しいもの。ゴッホとかそうですよね。今までなかったあの画風っていうのを、まあ、ゴッホが作り出していた。でもゴッホですら、絵を売っていたのは弟のテオだったんです。それが、まあ、今売り方すらアーティスト自身が考える人、考えてる人の方が強いなということを思っています。じゃあこの3つを踏まえた上でバンクシーってどこにすごい突出した能力があるのかというと、圧倒的にこっちだったなぁと思っています。私バンクシーの、まあ、ネットニュースもそうだし、ネットの記事もそうですし、あとは書籍とかもいろいろ見てきましたけど、バンクシーの作品性、作品自体が素晴らしいとか、あの、なんかそこのレベルが全然違うとかっていう言葉を、申し訳ないんですけど、見たことがないんです。それ以上に、こちらが優れているというふうに見えるのではないでしょうか。作品の高さ以上に、この戦略で今まで評価されてきた人というふうに、私はバンクシーのことを見ています。じゃあ、なぜオワコンなのか。これ以上の発明をバンクシーがするのかどうか。もうすでにバンクシーがやったことって今まで誰もやってこなかったこと。美術館に展示するとか、ストリートアートっていうものをアートの世界に持ち込んだ人。これって今までいなかったし、アートって一体何だろうっていうのをこれほどまでに一般の大衆の人たちに問いかけられるようなことをしてきた人っていなかったと思うんですね。じゃあこれ以上何があるのかと思ってるんです。まあそれはあのバンクシーに対してこう皮肉を言ってるとか、いやもう嫌だからじゃないのっていうことじゃなくって、もうすでにバンクシーってウィニングランしてると思ってるんです、私の中では。だってもう映画も撮ってるし、日本でも展示会やって、もう展示会巡回してるんですよ、バンクシー展っていうのが。モネだって印象派展、なんかこう美術観点とか、こういろいろセットでまとめて巡回するとかはいっぱいあるじゃないですか。古典が巡回するっていうのも、まあその近代芸術とか古典芸術とか昔の人になればわかるけど、今活躍している人でこんだけ巡回してる人ってまあそんないないんですよね。だからもうバンクシーってもういろいろ成功してウィニングランしてる、やり尽くしてる人だと思っているので、まあ私がね、あのもうこれ以上バンクシー発明できないんじゃないかなと思っています。それでもバンクシーが何かをやってくれるとしたら、
私のない知恵でバンクシーがこれから何してくれるのかなというのをちょっと考えてみました。私はこう考えました。一つ目、誰でもバンクシー。今はバンクシーの、まあ一人の人、あるいはグループの人、まあおそらくグループでしょうけれども、グループの人が、こう、ステンシルみたいな要領で型紙の上にスプレーでプシューってやって壁に落書きをしてそれを書いていって回ってる。そういうふうに活動していると思います。その型紙を例えば無差別に誰かに配るとか。それでもう誰でもバンクシーの絵が描けます。それによってバンクシーって本当は誰なんだろう。誰でもバンクシーになれるんじゃないかってなったら作家性ってなんだろう。どこに価値を持てばいいんだろうっていうのを、まあ、教えてくれるような課題をみんなに与えてくれると。そしたら新しい発明になりますよね。で、しかも認知をもっと広げてくれるこの戦略にもつながるでしょうし、まあこういうことをしたら、まあまたね、一つニュースになるのかなと思いました。私の内地でね。で、二つ目に、名画の上で高額落札。例えば今ルーブル美術館に展示されているモナリザ、みんなが知っている、世界中に認知されているあの名画、500年前の、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた作品、あの上にバンクシーがネズミのスプレーをしたとして、でモナリザを台無しにした。でもモナリザ単体でオークションに出す価格よりもバンクシーが落書きしたことによってモナリザが従来より高額に落札されたとしたら、歴史を残すって何だろうとか、アートだけじゃない世界的な遺産をずっと大切に保管する、そこにコストをかけるって一体何の意味があるんだろうとか、でそういうことを教えてくれるような何かしらの事件。そして三つ目に、まあ、バンクシー、私がバンクシーですって名乗り出て、まあ、政治活動をするとか、これはアート業界で今まで活動してきた人がアートの外でまた革命を起こしてくれたら、まあ、バンクシーという人自体の価値が上がるんじゃないかなと思ってちょっと考えてみました。ということで、以上になります。いかがだったでしょうか。今回私がバンクシーはこんなんじゃないかっていう定義として挙げていた要素、現代アーティストに、求められている3つの要素、この作品性、発明、ビジネスセンス、これをもとに考えてみました。皆さんいかがだったでしょうか。もしバンクシーこういうことしてくれたら面白いんじゃないかなとかありましたら、ぜひ教えていただけると嬉しいです。皆さんでバンクシー、そして現代アートについて、一歩考えてみるきっかけになれたらいいなと思っています。ということでバンクシーでした。このチャンネル、アートの話とかやっていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、この度本を出版することになりました。大人の雑学西洋画家辞典です。これさ、黄色なんだけどさ、グリーンバックだから全然黄色じゃないっていう。西洋画家に登場してくる35名のエピソード集です。ぜひ Amazon やお近くの書店でご購入ください。よろしくお願いします。それじゃあ。